マンチェスターバイザシー50点。兄が死に兄の息子と暮らすようになるケイシー・アフレックというあらすじですが、ちょっと退屈すぎやしませんかというのが率直な感想でした。アパートの雑務をする便利屋で細々と生きていて、兄の死、兄の子供の世話をきっかけに過去に自分の犯したとんでもない事件と向き合うというのは分かります。とんでもない事件の超度級のこれ自殺もんだろっていう痛みも分かりますし、心が壊れた前後の対比が際立つ回想も、その回想が多いことによる過去にとらわれてる感、過去を捨てられない感っていうのも分かりますが、いかんせん地味なんです。ラブコメとかアクション好きとしてはやはり退屈だなと感じざるを得ませんでした。世話することになった息子のほんわかコメディーパートもありますが、映画のトーン的にそこまで笑えないので少し中途半端だったかなと思います。致命的な過去、壊れた心のバランスを保つためにどうするかの問いに対して安易な結末にするのではなく、現実的で優しい答えを与えてくれはしますが、やっぱりこの手の映画は苦手でした。